はい、スイです。今回も、ソウルマスク、ちょっとだけね、やっていこうと思います。あれから、まあ、土台を石にしてね、石にすると、なんと、土台とね、床のね、模様が違うんだよね。ということで、ちょっとね、少しちぐはぐになっちゃってますね。あれから畑をすごい増やして、まあ、相変わらずね、家畜をね、育てつつで、蜂蜜がね、これね、無理だと思ったんだけど、難易度的に。今ね、三つ満タンになってます。で、これ、どうして三つ満タンできたかっていうと、難易度によって違うらしいんですが、カジュアルだとね、こっちやってるか。このね、蜂蜜用でシロップが2個で、1匹かな増えていったんだよね。減っていったんだよね。で、少しずつね、ちょっと右と左に分けちゃったから、で、500匹にしないと、蜂蜜を産まないみたいな書いてあったから、うわーと思ってたんだけど、今はね、これは500匹で産んでるんだけど、200匹ぐらいからね、蜂蜜産み出しましたね。ここら辺とか200匹しかいなかったけど、どんどん産んでたんで、で、ここはね、やらずに取っといてました。で、今、蜂蜜シロップ52個だったと思うんですけど、これね、最初、ちょっとずつやってたのを一気に作って200個ぐらいかな入れたんだよね。500に届かせようと思って。そしたら、でもそれでも500に足りないだろうなと思っていたら、500になってて、冒険してたら、放置してね。中身こう見たら152個あって、蜂蜜シロップ、俺と思って、で、隣に152個入れたら、152個減らないまま500匹になりました。で、さらに、よっしゃと思ってこっちに入れたら、減っていって、うわぁ、減るんだ、やっぱり、バグだったのかと思ったら、52個で止まって、まだ500匹になりました。だから、ちょっと一瞬入れてみようか。これ52匹で止まるか。でも52個以上も、だった場合、52個で止まるというバグがね、あるのかもしれない。で、今開けてみると、減るね、減る減る、あぶね、あぶね、あぶね。から、では53個だったらいいんじゃないかとかね。54個だったらいいんじゃないかっていうことで、蜂蜜シロップはね、作ってあります。薬か？半製品だ。半製品か。ここらにね、あったね、箱は全部どけて、広々とね、憩いの場をね。で、ここ、テーブルにね、椅子近づけすぎるとね、はまるんだよね、ここで。みんなここ座ったりさ、こう通ったりしよう。なぜかここを通るんで、こっちじゃなくて。そういう都合でね、すんげえ話してあります。やべ、蜂寄せシロップそんなにないな。117か。うわ、しかも117か。あ、じゃあ、117で試してもいいんだけど、これ54個とかで試してみようか。で、54個で2個減り、で、その後減らないとかになったりするかなっていうので、ちょっと淡い期待でやってみようかな。入れます。で、1個、1匹増えたから52個に減っています。で、1匹増えて50、うわ、減るわ。やっぱり、ちょっと運が良かっただけなのか、それともある一定に来たら減らないのかな。そういうもんなんかな。111個あったでしょ。あら、減りますね。ただ、まあ、そんなこんなでほとんど蜂蜜寄せシロップ、蜂寄せシロップ使わずにね、4つ目までいけそうですね。まあ、この4つ目はちゃんと減っていくんであれば、見てようかな。じーっと。減るよね、やっぱ2個ずつね。まあ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 、頑張って蜂蜜寄せシロップを作りましょう。うん。で、これね、フルーツがすごい栽培大変なんだよね。今、パインとね、バナナは、猿が集めてくれるけど、栽培はできない。で、パパイヤは、今栽培できます。で、グアバの種がなくて、グアバの種はね、結構奥地に行かないとダメみたいで、あ、まあ、ココアか、あ、カカオか、カカオ、
カカオこれね、最速にしてあるんだけど、植物のやつ。300分後とかあったね、植えて。これ、本当にソロでやってる、サーバーじゃなくてソロで普通にローカルでやってる場合は、マックスにしても、カカオって、300時間放置しないと、一回実ることをしない。もちろん、多分ね、木が育っちゃえば、あとはサイクルで30分に1回とかになると思うんだけど。パパイヤはね、まあ、木さえ生えちゃえば、もう、ね、取り続けられるでしょう。ということで、でマップも結構ね、広げていって、全然ストーリー的なのはクリアしてないんだけど、ゾウとクマ見っけたんだけど、ゾウには絶対勝てないし、クマもダメだろうと思ってますね。で、ここに二人仲間にしたけど、置いてきぼりしてます。で、ここら辺行くとね、グアバとかね、やっぱ、もうちょっとね、前、どこだろう。グアバ結構ここら辺かなで手に入れてたんだけど、で、ここでもね、グアバとか、手に入りましたね。ここではね、育ててたかな。グアバじゃねえや。あ、パインか。パパイヤだ。ね、パパイヤ。パパイヤと、何育てたかな。結構ね、南国っぽいんだ。ここにね、グアバがあったらよかったんだ。グアバこっちの行かないと多分ないんだよね。ということで、アロエも、ここら辺にあったんだったっけな。結構上の方とか進まないと、私のないよね。あ、違う、アロエはここだ。あれ、ここね、なんか俺ここにね、拠点立ててるんだけど、あれ、なくなってる。あ、火が消えたからかな。あれ？でも死んだらリスポーンで。え、でもさ、こんな感じになるもんね。あ、じゃあもしかしたら火が消えちゃったのかな。これにね、そう、生えてました。アロエって最初の方からなんかね、要求されるっていうかね、次の薬作るために必要だったんだけど、まあ、ここに行かないとダメってことだね。ここ結構遠くない？まあ、そうでもないか、歩いて、まあ、ワンチャン歩いていけるからね。最初のところがダーって言ってもね。まあ、そんな感じで、まあ、文明レベルも上がってきて、石の柱かっこいいなと思っていたところです。まあ、上の屋根に使ってる床はまだ木なんだけど、結構ね、酪農がね、充実してきましたね。まあ、戦闘も少しはしてるんだけど、まあ、樹木も取れてるね。縦に2つつけてんだよね。いいですね。はい、こんな立派な釜を建ててますが、まだ鉄はね、取りに行ってないし、全然進んでないんだけど、鉄はね、そっと取りに行けないかなって目論んでますね。ちょっと残念だったのが、こっちじゃないの。ここにあったこの採掘場が、何の使い物にもならないってこと。鉱石掘り場のところには置けないし、建物だから。で、これね、範囲が狭くて、60メートルしかね、ないんで、できないんでね、ここに置いた60メートルの範囲のところで作業させられるみたいな。なんで、そう、粘土取らせてます。粘土だけはちょっと足んなくて、いつもね、自分で掘りに行ってたんだけど、石掘る意はもうね、いらないかなって感じ。ね、石は、もう。なので、まあ、自分で、ね、銅とかは掘りに行きつつ、粘土はね、もう自動で掘ってもらうことに決めました。ああ、で、あそこからそう、自分で移動させないといけないんだけど、こっちの箱にね。で、石レンガはね、一生作らせてる感じかな。うん。本当はね、その襲撃もあるっていうか、壁とかも作っていきたいと思ってるんで、まあ、おいおいね。で、ここの井戸の横にある、肥料ドラムでは、30分に1回、肥料を作るようにね、してあります。ちょっとここの2つはね、増えすぎたんで、数1にして、まあまあ、減らない程度にね、保つぐらいにして、まあ、ありますが、
もう10個もね、作る必要なかったかもね。一応全部10個作れるようにね、他の材料は作ってるから、コップン50とか、まあそういう感じの。ああ、もうコップンは、あれか、ね。で、農業やるんだってね、トマトが必要ですね、トマト。この硝酸石、このね、まあ、いろんなね、肥料を作らなきゃいけないんだけど、硝酸石って結構奥の、今もう手に入るようになったんですが、入らなくて、でこの酸液っていうのが、トマトで作れるんだよね。うわ、すげえ、複合飼料とかあんな。あ、え？これ硝鉱石ってさ、あ、作れるんだ。水分、あー、これ作れるわ。あ、そうなんだ。じゃあ、これで作って、粉にしてもいいかもね。こんなん作れ、とは気づかなかったわ。だずっと、いや、これどうやっても作れないなと思ってて、これの肥料が。うわぁ。なるほどね。トマトはね、意識して作ろうと思えばね、結構すぐ作れたはずだから、そんなに困らないかな。で、一番俺が困ってるのはこれですね。ふんがね、もうふんだけでこれ、金属箱が生まれそうですね。その他、でもまあ全然余裕があるのに。ちょっとカピバラを、よし。まあカピバラにないと多分足りないんだけど、足りないね、便所だけだと。とはいえね。あ、そっか、これね、設定変えられるんだけど、90% になったら、盗撮するようにしてあるんだけど、これ 60% とかでもいいかもね。そんなにカピバラ増えすぎても、ちょっとしょうがない。ただ肉効率は多分 90% の方がいいんじゃない？あ、そんなことないか。そうだよね。まあ、9匹ぐらいで産んでくれた方がと思ったけど、で、そうこうやってるうちにちょっと蜂がね、どうになってるか見たくって、あ！減ってる！へぇ！あら、バグだったんか？ちょっと、まあ、もう一回検証することはできないんですが、まあ、152個以上入れておくと150で止まり、152のまま、1も減らずに行き、で、これ152個入れたら、そのまんま、行くかと思いきや52個で止まり、満タンなり。で、こいつは、とうとう減らして、減ってね。ちょっと待って。今、59個ですね。もう、60になったら見ましょうか。あ、ありがとうございます。な、もしかしたら、いくばくか消費したら、もうそのままブーストかかって蜂増え続けるっていうさ、そういうあれなのかもね。十分の蜂蜜、蜜蜂を引き寄せる蜂蜜の生産から、その後、蜂蜜シロップを消費しない。だから、ね。もう、これ、巣、作ったからもう、いらないよ。勝手に増えるよ、みたいな。あ、そういう感じかもしれないですね。まあ、それに消費するのに、おっと、何百匹、つか、まあ、50匹ぐらいまで貯めればいいのかな、ね。さあ、あとは、減らずに、増える。あ、そういうことかもしれない。それだったら楽だよね。50までやったら、あとは自動で増えていって、で、500匹まで行く。で、200匹超えたあたりで蜂蜜生産してくれて、蜂蜜何に使うかよくわかってないけど、まだ。料理も増えてないし。蜜蝋はね、剥製とかに使うんだけど、剥製を作るつもりないから、俺。まあ、役立つことはないんですね。役立つことはないんですね。はい、そんな感じで、まあ、もう、酪農してるんでね、酪農じゃねえや。農業もね、力入れてるんでね、綿花も余りすぎてて、どうしようかってぐらい。結構使っていろいろな、綿製品をね、作ったりしてんだけど、布を織ったり、糸にしたり、まあまあ減らないですね。減らない。うん。で、武器も防具も、
あり余った素材で結構作っていいのが、でもね、そう。基本、思考、まあ、伝説もできるよっていうのが、正道でできるようになってきたんで、防具もね。まあ、防具はあまり着せてないんだけど、まだ。あ、こっちに入れっぱなしかもな。作ったばっか、あ、そうだね。結構ね、いいのがね、作れるようになってますね。うん。まだ着せてないんだけど、てか、俺が着てもいいよな、これ。あ、俺、一番不思議だったのが、これ。甲羅。甲羅がないんだよね。なのに、で、甲羅って手に入れたことなくて、甲殻は手に入れたのかな？甲殻誰が出すかちょっとね、今わからない。まあ、調べたらすぐ出てきそうな気もしますが、でも俺装備してるってことは、作ってんだよね。うん。作ってんだね。修理に必要だわ。ということで、じゃあ、ちょっと自分、着替えていいですか？いいのに。で、まあ、お風呂を少しずつ仲間に着せていって、まあ、仲間たちもね、そう、新しく仲間にした子たちは、装備がね、ないんでね。これちょっと、思考シリーズで、胴体ないけど、我慢しておくれ。これいらねえか。はい、そんな感じでね、蜂、俺がね、一番疑問に思ってた蜂のことがちょっとね、疑問が解決したんで、その報告のためだけに動画回したんですが、まあ、酪農もね、結構ね、楽しいですね。で、基本的に指示出して見てるだけで、こう、巡回するようになってるから、肥料も30分ごとに、ちょっと作らせてとか、で、素材余ってきたら、まあ、糸もね、作らせてもいいんだけど、綿花も無限にあるから、で、そろそろその上の包帯作りたいから、アロエキスも作ってるし、これもね、作らせてもいいんだけど、本当にいっぱいあるから、どうしようかなって感じだね。じゃあこれ、ちょっと30分に、20枚は作らせて、なんか仕事してる方がね、幸せらしいから、で、アロエキスも作らせてるから、ちょっとこれ使っちゃおうかな。でも成功、ここまで来るとね、40プラス 2% だからかなり回復するよね。いつも自分は一番、味方にいいの持たせてるけど、自分は一番しょぼいのね、使ってるんで、こんなもんで。うん。で、布がこれちょっとずつ減る計算だね。20個作って40個使うから。で、いっぱいあるんで。で、アロエはアロエの汁を20個作り、アロエキスを、あ、これ何個作る予定だったんだろう。2個使うじゃん。40個必要じゃない？これアロエキスだったら。これ、ね。そうだよね。20個じゃ足んないよね。40個にして、40個にして20個だな、ここは。うん。あ、50個作ろうとしたんだ。元はね、ちょっとね、作ってたからかもね。こうしとこう。下でいいですよ。下に並んで。くそ。今まではそう、この、両方ともね、錬金術だから、研磨機も、製薬代も、一人やってるんだけど、今二人にね、分けてますね。分けてます。そこそこ忙しくなってるよね。まあ、これだけじゃないからね、これやってる子は。そう、他にもやってるんで、これ、畑仕事が一番暇か。あ、みんな気分上がってんね。そんなことないわ。うん、はい、そんな感じでね、もう、まあ、これ以上酪農で何かってね、特にないと思うから、つまずくところ。あと、種を手に入れるだけ。種も、先に進まないと手に入らないようになってるから、先に進んで種を手に入れて、鉄やらなんやらね、やっていく感じになると、思います。はい。で、またね、いい感じの酪農後、成果が見せられるようになったりとか、
すごい生産施設だ、みたいで、なることはないと思うんだけど、なったら、また、ちょっと動画撮りたいなと思っています。はい、それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。